そんな大金どうするの？聞いてどうする？聞いてみただけ。普通に会話できないかなって。俺のことは本当に。ほら、せっかくの鬼ごっこだし、感情的なつながりをさ。ああ、そっか、感情ないんだっけ。頼むよ、ハーマン。さっきから僕一人で喋ってんだけど。捕まえた。じゃあ、ゆっくり。メモっとく。ねえ、ハーマン、なんでまた強盗してるの？警察に目をつけられてるの分かってるだろ。頭が弱いのは知ってたけどさ、ここまでひどかったっけ。必死なところを見ると、自分で使うお金じゃないってこと。ってことは、仲間がいるか、誰かのためか。白状してくれないと、痛い目見ることになるよ。どうする？見失うぞ。ねえ、ハーマン、君は個性ゼロだけどスーツはかっこいいね。設計教えてくれない？今度ね。さすがね、スパイダーマン。強盗の動機は聞けた？聞いたけど、無口なやつだろ。僕嫌われてるし。あなたを嫌ってる人は多そうね。ユリはそんなことないよね。我慢はしてる。うわぁ、心温まる優しい言葉だな。まだ時間もあることだし、仮面のこと調べてみてもいいかも。おっと、MJ だ、うん、やあ、MJ、夜更かし？ニュース見てたとこ、ショッカーと一悶着あったみたいだけど。ああ、あいつやけに喧嘩腰でさ。ああ、そうだ、夕飯ありがとう。いくらだった？貸しにしとく。それよりあの仮面まだ持ってる？うん、ちょうどフィーストセンターに行ってマーティン・リーに聞こうと思ってたとこ。マーティン・リー？なんで？中国の美術史専攻してたんだ。あの仮面の由来知ってる人がいるとしたら彼かなって。そっか、何か分かったら教えて。絶対にすごいネタが隠されてる気がする。暴いて記事にするんだ。あー、ってことはいつでも電話していいわけ？うん、好きな時にすれば。これって連絡再開ってこと？やった。もうすぐ朝だ。そろそろリーさんが来る。その前に朝ごはんっと。この時間ならリーさんもオフィスにいるはず。ピーター、どうしたんだい？お邪魔してすみません。友達で記者のメリー・ジェーンが今輸入アートの記事である作品を取材していて、専門家の意見が欲しいんですけど。大学で専攻してましたよね。まさかあの知識が役に立つ日が来るとはな。見せてみなさい。なるほど。これをどこで？わかりません。何なんです？古い中国の仮面のレプリカだよ。久しぶりに見たな。ここにあるこのシンボルはデーモンだ。
デーモン？子供の頃、父がこの仮面が出てくる怪談を聞かせてくれた。それはもう怖くてね。いいか、ピーター、この仮面は危険を呼び寄せるかもしれない。別の記事を書いた方がいい。彼女に危険が？さあ、わからない。だが念のためだ。ピーター、仮面のシンボルはデーモンって意味だって。あんなに怯えるリーさん初めて見た。記事にするのはやめとけってさ。それは無理。リーは何か隠したかったんじゃないの？いや、単に昔のことを思い出しただけじゃないかな。辛い子供時代だったらしいし。そうなんだ。デーモンか、覚えやすい。じゃあ原稿書く。またね。まあ今のところいい感じだよね。博士との約束の時間まで暇だし、それまではスパイ D 業に勤しもっかな。